はじめに本県の感染状況について申し上げます。本日公表の、新規感染者数は、411人、となっておりまして、1日あたりの感染者数といたしましては2番目に多い、水準となっております。最大限の警戒感を持って、対応すべき状況であると、言えるかと思います。年代別では、10代以下が全体の約、全体の4割余りを占めておりまして、中でも保育園や、幼稚園の園児、小学生が多くなっています。他方で、報道によりますと、本県よりも人口規模の小さい島根県におきましては、1200人以上の、新規感染者が確認されたほか、愛媛県におきましては、新規感染者数が、昨日の258人から、本日は1000人を超える、1日で約4倍に拡大するなど、大変急激な感染拡大を経験している県もございます。山梨県におきましても、いつこのような状況になってもおかしくないと、考えるべきだろうと思います。本県の病床使用率ですが、直近では 20% 台、となっております。この水準でいきますと、例えば今後、680人の新規感染者が継続して発生した場合には、病床使用率が4日後には 50% を超え、10日後には現在確保している病床数を超過することとなります。病床が逼迫した場合には現在の日常の回復にブレーキをかけざるを得ないということになります。その目安といたしましては、皆さんお手元にお配りしております本日の医療機器メーターに掲載したシミュレーションの通りこのシミュレーションにつきましては、ホームページに後ほどアップする予定であります。県といたしましては、今後の感染急拡大に備えた対策を実施してまいりたいと考えます。具体的には、オミクロン株におきましては、中等症以上は極めて少数であり、軽症がほとんどを占めていることから、感染拡大に備え、ホームケアの受け入れ能力の拡大に着手し、医療提供体制の強化を図ってまいります。この旨は前回報告した通りであります。で、合わせまして感染拡大防止、重症化防止の観点から県民の命を守る盾であり、また医療体制の逼迫を防ぐ重要な防波堤であるワクチン接種を改めて強力に推進してまいりたいと考える次第です。県民の皆様におかれましては、生活の場面に応じた適切な不織布マスクの着用、手洗いや手指消毒、換気などの感染防止対策をぜひとも徹底をしていただきたいと思います。何卒よろしくお願いを申し上げます。またグリーンゾーン認証店の皆様におかれましては、後ほど詳しく申し上げますが、グリーンパスの実施にあたりまして、ワクチン接種状況などを確認せずともパーテーションを外すなど適切に運用されていない事例が見受けられるところであります。認証基準に沿った感染防止対策の徹底を今一度お願いを申し上げます。それでは以下、県の取り組みを詳細に申し上げます。まず医療提供体制の強化についてですが、先ほど申し上げました通り、ホームケアの受け入れ能力の向上に重点的に取り組んでまいります。協力医1人当たりの受け持ち患者数の増加策といたしましては、現在、協力医お1人当たり約15人を目処に受け持ちをしていただいておりますが、健康観察の運用を改め、協力医の先生方の負担を軽減し、より多くの患者さんを受け持っていただきたいと考えています。具体的には現在患者がスマートフォンを使って1日2回システムに入力した健康状態のデータをもとに協力医が1日2回健康観察をする運用となっておりますが、症状が軽微な方や症状が安定している方につきましては、医師のご判断により1日1回の健康観察でも差し支えないという取り扱いに変更いたします。また現在は協力医自らが
患者が入力した健康状態のデータを確認して健康観察を行っていますが、医師の指示のもと、クリニックの看護師などコメディカルの職員が健康観察を行うことも可能といたします。さらに、医師が健康観察を行うにあたりまして、健康状態をシステムに入力しない患者に対する督促、これが大変大きな負担となっていることから、未入力の患者さんへの督促の連絡を県 CDC が代行することといたします。これらにつきましては、本日関係団体協力員の先生方にすでに通知を行ったところであります。また自宅療養中に容体が悪化した患者の診療につきましては、現在協力医が重点医療機関と受診調整をし、重点医療機関において診療するケースが多くなっておりますが、今後の患者数の増加を見据え、協力医の先生方にも積極的に診療をしていただき、重点医療機関の負担を軽減していきます。次に協力医の拡充についてです。協力医は現在開業医を中心に募っておりますが、これを病院勤務医へも拡充していく方針であり、本日関係団体等との調整を経て県内60病院に協力医の募集通知の発出を予定をしております。また新規感染者数のほとんどが軽症患者とはいえ、患者数増加に伴って入院患者の増加も見込まれます。このため現在フェーズ2で運用しております確保病床のフェーズの引き上げにつきまして、本日夜の専門家会議でご議論をいただくこととしております。また確保病床のさらなる上積みを図るため、新たな重点医療機関の設定について、これは検討を始めたところでありまして、県内病院への移行確認を進めてまいります。次にワクチン接種の促進について申し上げます。現在ワクチンを接種していただいている高齢者よりも幼児や小学生などの入院者が多い状況となっております。これらの方々の感染拡大した場合には入院者がさらに増加し、医療提供体制の逼迫を招く可能性があります。今20代から40代の方々の3回目のワクチン接種率 50% 台と低迷をしております。接種対象者全体で 70% ですので、大変低迷している状況だろうと思います。今申し上げましたように、今感染入院患者のかなりの部分が小さいお子さんとその付き添いの親御さんという形になっております。小さいお子さんを守るためにもですね、ぜひ小さいお子様を持つご家庭の皆様にはワクチンの接種を早めにしていただきたいと思います。またこれからですね、夏休みを前に県外に帰省される学生生徒の皆さんにも積極的な接種を改めてお願い申し上げたいと思います。このため県におきましては7月末まで大規模接種会場を設置し、若年層の接種率向上に取り組んできているところでありますが、この7月末までの期限を延長いたしまして、8月以降も引き続き大規模接種会場における接種を継続することといたします。加えまして、果樹王国山梨県でございますので、この時期大変農家の皆さん繁忙期となっております。この皆様に接種の機会を提供するため、今後農協などに接種会場を設置するべく関係者と相談を始めてまいりたいと思います。高齢者の皆様の4回目のワクチン接種についてはしっかり、ぜひともです、これは県を挙げて、関係市町村の皆さんと力を合わせてです、加速をしてまいりたいと考えます。市町村におかれましては、高齢者、障害者施設の入所者へのワクチン接種を優先的に取り扱っていただくよう、すでにお願いをしておりますが、県におきましても、協力医療機関の確保が難しい施設をカバーするための巡回接種チームを組織し、各施設に派遣して
入所者への設置を行っていくこととしていることは、すでにご報告したとおりであります。この状況ですが、現在、市町村を通じまして、巡回接種チームの派遣が必要な施設の洗い出しを行っているところであります。現在までに4施設におきまして、接種チームの派遣要望があります。これらの施設とは、早急にスケジュールの調整を行い、接種を進めることといたします。今後も派遣を要望する施設にはしっかりと対応してまいりますので、市町村を通じてぜひとも県 CDC にご連絡をいただくようにお願いをいたします。次に、グリーンゾーン認証施設認証店における感染防止対策を再度徹底をしていきたいと思います。先月からグリーンパス事業を実施しているところですが、認証店の中には、利用者からグリーンパス利用の申し出があれば、ワクチン接種状況などを確認せずとも、パーテーションを外すなど、若干適切とは言い難い運用をされている事例も見受けられているところであります。こうしたことから、再度認証店に対しまして、グリーンパスの取り扱いも含め、認証基準に沿った感染防止対策が現場においてしっかりと徹底されているか再点検を行いたいと思います。最後に、夏休みを、学校における感染防止対策について申し上げます。夏休みを前に、学校における感染防止対策、について、ぜひとも、注意喚起をさせていただければと思います。各学校関係者におきましては、日頃、感染拡大防止対策に、取り組んでいただきながら、教育活動を実施していただいていることに、まずもって感謝を申し上げる次第であります。しかしながら、現在、先ほど申し上げましたように、10歳未満あるいは10代の感染者およびその親御さんの世代の感染が約7割と、大変多い状況となっております。子どもたちの学びを止めないこと、これは県として極めて重視しているところではありますが、それよりも重視をしなければならないのは子どもたちの健康を守ることであります。この上さらに感染状況が悪化していきますと、感染防止対策として夏休みの前倒しということも場合によってはお願いせざるを得ない瀬戸際の状況になりかねないと考えています。こうした事態を回避するため、学校や保護者の皆様におかれましては、今一度気を感染防止対策に対して徹底をお願いしたいと思います。また重ねてのお願いとなりますが、保護者の皆様でまだワクチンを打たれていない方、3回目のワクチン接種を終えていない方は、ぜひとも早期の接種をお願いいたします。今月23日からいよいよ夏休みに入る学校も多いかと承知しておりますが、子どもたちにとりましては待ちに待った夏休みであります。思い出に残る楽しい夏休みをぜひとも過ごしていただきたい思いを思うしたいです。そのためにも、ぜひともこの感染急拡大の場面におきましては、感染防止対策の改めての徹底と、ワクチン接種へのご理解ご協力を賜りますようお願いをする次第であります。本日私から申し上げるべきは以上であります。それではただいまの発表ところについてご質問をお受けいたします。質問がある者の方は挙手の上、初め所属指名があってから質問をお願いいたします。いかがでしょうか。
大体何人くらいという目安でございますけれども、クリニックによってそのコメディカルの職員の数も違いますので、具体的に何人かちょっと申し難いんですけれども、受けていただける協力員、そのクリニックのキャパに応じて、可能な限りたくさん受けていただければというふうに思っております。次に、411人の内訳でございますけれども、10歳未満が118人、10代が60人でございます。ですので、10代以下ということになりますと178人でございまして、この数字は411人の 43.3% です。また、これらの親御さんの世代にあたる30代、40代が125人で 30.4% でございますので、まあ、その10代以下のお子さん、それから親御さん世代を合わせると7割、73% という数字です。かつ協力員の先生を増やして、最大限確保していきたい。で、ここの医療メーターで、680人で、病床がいっぱいになってしまう。でこれ同時に、680人が毎日発生したときに、ホームケアに何人くらい行くだったというような推計もしてございます。この場合は4800人くらいの方が、ホームケアをたって、になることになる。そしてこの4800人をの患者さんを見るには、1人当たりの先生、1人当たりの患者受けも質も増やすし、協力員の数も増やす。そこを両方増やしていって、なんとか4800に対応できるようにしていきたい。これは680人の場合はそういう数字になるというものでございます。以上です。よろしいでしょうか。はい。関係さん。産経新聞の矢野です。ですね、先ほど知事が学校の、夏休みの前倒しという、まあ、検討ということで、今までちょっと今回の感染拡大では、その行動制限についてはですね、あまり言及してなかったのかで、ね、ちょっと気になったんですが、まあ、例えばこれ1000人を超えるような数というか数もで考えられると、行動制限に対してはどういうふうにお考えでしょうか。現状においてはですね、病床使用率を見てもその 50% を割っているので、行動制限というのは考えない、まだ議論の訴状にはまだ、載せるべきではなかろうと思っています。ただこれが 50% に近づいてくる場合はですね、行動制限を考える必要が出てくると思います。そうした中で今先ほど申し上げましたように、その主な感染のポイントが、要は未成年者となっておりますので、この未成年者 その感染を抑止していく、ということが一つ大きな課題、となってまいります。そうしたときに、学校の扱いどうするか、これはですね、その時の状況を見ながら考えないといけないわけですが、そうなる場合はもう早めの学校のクローズというのも、我々選択から力はですね、排除されない、命を守る、子どもの健康を守るという観点からはですね、やるべきことは何でもやらなきゃ、議論からですね、排除すべきではなかろうと考える次第であります。
ということはその今の状況でいくと、まあ、病床使用率の観点が当然重要になるんですけど、今回についてはそこまでの病床の逼迫っていうのがかなり見えてきてて危険を感じているということでしょうか。はい、まあ、今日の会見の趣旨もですね、その要は行動制限に至らないようにぜひともですね、その、まあ、県内、まあ、我々ももちろんあの最大限の努力を払いますが、まあ、県内か、の全ての皆さんが注意を喚起していただいてですね、そういう望ましくない事態に至らないように、しましょうと、まあ、こういう呼びかけが趣旨であります。ですので今おっしゃるように、何がしかその、病床使用率が、切迫してくればですね、その行動制限をかけざるを得ないわけですので、ぜひそうならないように、皆さんと、力を合わせて、この事態に臨んでいければと思っております。他はいかがでしょうか。 NHK の音です。前回の会見の時に第7波が次第数に認識しているので、もう県内に散らしているという認識でそれだけで準備を進めていくというような発言があったかと思うんですけれども、もう第7波は県内にその認識が今どういう状態なのか。まあ、もう400を超えているので、まあ、これは過去最高水準ですから、これはもう新しい波だと認識せざるを得ないんだろうと思います。でこれが今どこら辺かはちょっとまだ分かりません。まあ、他県の例を見ると、さっき申し上げましたように200人台がいきなりこう1日で4倍に増えるということもあり、まあ、そういう実例としてはあるわけですし、またこれまでほとんどその何て言うんでしょう、そのまあ、感染状況という意味では、まあ、大変こうなんですかね、こう低い水準の、状態をキープしてこられた、まあ、島根県です、もう今、まあ、大変ご苦労されているということで、ありますので、まあ、この今回 の, その波というのは急激にその水位が高まると、まあまあ、急激かつですね、極めて高い水準で水位が高まる、まあ、水準が高まっていく、ところに、まあ、一つ特色があるのかなということですので、ちょっと今山梨県がですね、この波のどのあたりにいるかっていうのは、何とも言えませんが、まだ伸びていく可能性というのは、我々としては想定しながら、向き合っていくべき状態だろうと思っています。日本経済新聞と松永です。よろしくお願いします。先ほどホームケアの受け入れ体制の、まあ、3800人というのは、まあ、試算上数値出されていましたけれども、県としてこの3800人を当面目指すという認識でよろしいのかというのがまず1点お願いします。あと、まあ、休止中の、宿泊療養施設、これの再開というのはもう、視野に入れてきているのかなと思うんですけども、その辺のこうスケジュール感みたいなところもあれば教えてください。まずですね、ホームケアの、受け入れ能力の拡大につきましては、今申し上げましたようにそのどこまで伸びるかというのは分からない。実はその今現状でその680人レベルで、何日間か続くとその、まあ、病床の使用率 の, その、まあ、危機的な水準になりますし、またホームケアでいきましても、これもっと早い段階で受け入れ能力がオーバーしてしまう、わけですけれども、まあ、我々としてはただますますよしで、なるべくですね、そのこのホームケアの、余力というものは、大きく、伸ばしていきたいと思っています。どこまでが天井というではなくて、まあ、できれば本当に受け入れ能力としては1万でも2万でもですね、あってしかるべきだろうと考える次第であります。それから後半の宿泊療養施設の稼働状況ですね。まあ、じゃあ宿泊療養施設につきましては稼働できるように準備を進めておりまして、患者数のシミュレーションもしておりますので、それに遅れないような稼働をしていきたいと思っております。すでに稼働について準備をしているところでございます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。加瀬さん。はい、
されるということですけれども、まあ、枠が広がれば、病床使用率も、上昇が抑えられるということなんですけど、どの程度を上げることを、確保を広げることを、想定していらっしゃるのか、そこら辺の規模感、についてと、それから、まあ、これからということになるんですけど、どのようにやっていくのかということについてお伺いしたいと思います。現在の重点医療機関の389床というのは、かなり、各病院にお願いをして、精一杯積み上げた数字でございます。で、先ほどその新たな重点医療機関の検討も始めたんですけれども、やはりそのコロナの患者さんを受け入れる入院施設というのはそれなりに限られておりまして、どこでもうちがやりたいですからって手を挙げてしていただけるものもございませんので、ゾーニングの問題ですとか医療設備の問題等を専門家の先生なんかとも協議をしながら増やしていきたいと思います。ただその数については何所かというのはちょっとこの場ではなんですけれども、そんなに多く100床も200床も増えるものではございません。数床から数十床くらいだというふうに考えております。以上です。ちょっと補足させていただきますと、本県の今病床の確保の状況っていうのは全国で2位、非常に高い水準、人口当たりですね、水準です。一般医療であるとか、救急医療であるとか、がん医療であるとか、そういったものも当然、県民の方々に提供する非常に大事な医療ですので、そういったところへの影響っていうのも考えしながらということですから、先ほど統括官も、井上統括官が説明したように、そんなに大幅に出せるとは思っていません。ただ、できるだけ県民に医療適切な医療を提供するという意味で、少しでも増やしていこうという努力を今しているところです。まあ、これはでも無理に無理を重ねて伸ばすに伸ばしたりという感じで、各本当に重点医療機関の皆さん、各病院には無理を、お願いしている、ところではあるんですけれども、さらに、それをこう伸ばしていくという取り組みであると、そういう感じになっています。県務ですけれども、開業医の方にも協力医療を要請されて、事務方の方の書き方で答えたのかなと思うんですけれども、協力医の方にも今後、開業医じゃなくて、病院事務の方にも協力医をお願いするという話でしたけれども、先ほどの病床、入院患者も増える可能性があるところと考えると、なかなか協力を得られるのって難しいのかなと思うんですけれども、それも先ほどお話しされてた、どの病院もコロナの対応病床ではないっていうところで、それ以外の病院をお願いしていくっていう形になるんでしょうか。はい、まさにその通りでございまして、病院の方々というのも非常に、逼迫している状況というのは十分承知しております。ですので、お医者さんでなくて看護師が健康観察をして医師の統括の下できるというような仕組みも見直しをしておりますので、なるべくそういった背景もございますので手を挙げていただければというふうに思います。柿谷さん、産経新聞の記者です。ありがとうございます。県内でも BA.2 から BA.4、BA.5 への置き換わりが少しずつ進んでいる状況ですけれども、改めて感染拡大の要因です。どのように分析されていくか、ご見解を伺いたいと思います。一つには、まさに今お話があったように、感染力の強い変異株への、置き換わり、これが一番大きな要因だろうと思います。あとはどうですかね、その社会的な活動も、活発化しているというのも当然、影響は、出ていると、申し上げています。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。あ、はい、読売新聞の前野です。入院している人の状況というのがちょっと分かればと思うんですけども、これまで入院される方って、高齢者が多いときというのは、持病を持っている方だったりとか、そういう方も症状が重くなっているというイメージがあったんですけども、若い子どもがですね、入院するというのは、どういう状況で入院することが多いんでしょうか、どんな症状でしょうか。高熱
ループが一番あの利用時の場合は熱性痙攣みたいなものの恐れもありますので、そういったことを考えして、利用時の入院というのを。そうするとその、いわゆる軽症というのは、まあ、熱がそんな高くないし、症状の発熱もそんな大したことないということなんですけど、入院する人というのはその、熱がすごい高くなって、それがなかなか下がらないとか、そういう方は、なるべく入院させるという、そういうことなんです。単なる高熱であれば、ホームケアでも十分対応可能なんですけれども、この医師の判断で、特に乳幼児のような場合で熱性痙攣の恐れがあるというような場合は入院になるケースもあると思います。よろしいでしょうか。他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、じゃあそれです、はい、では一般事項について、ご質問を受けいたします。質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。いいでしょうか。はい、では以上をもちまして臨時の知事記者会見を終了いたします。ご協力ありがとうございました。よろしくお願いいたします。すいません、マイクの調子が悪くて途中大変ご迷惑をおかけしました。失礼しました。